こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はラスベガスに行きましたという話です。昨年はね、ラスベガス1回行っておりますが、本当はね、昨年もう1回行く予定でありました。ですがね、いろいろスケジュールの関係で、うまく合わず、仕方がなくね、今年になってしまったということで、今ね、ラスベガスにお届けしたいかと思います。今ちょうど映像はですね、バストーというところなんですけれども、ロサンゼルスからね、大体1時間半ぐらいのところです。ちょうどそこでね、お昼になりましたのでね、ここにありますね、アウトレットでね、ちょっとお食事をということで、アウトレットの中にある食事ではなくね、ちょっとお弁当を買っていきましたのでね、お弁当をね、このアウトレットの中で、食べようということでね、ここで休憩を今しようというところで、橋を渡っております。あんまりこのアウトレットは我々あんまり来ないんですけれども、休憩のちょうどいい場所ということでね、トイレも綺麗ですのでね、たまにこちらを利用することが多いです。いろいろアウトレットの、お店いっぱいあるんですけれどもね、あんまり行かないかな。さて、そうこうしているうちに、ラスベガスの方に着きました。ここはですね、ちょうどマッキャランのちょうど北側にあたりますね。ラスベガスドライブ、こちらをね、今走行中です。この先にですね、ラスベガスの有名なサイン、ラスベガスサインですよね、こちらがね、あるところが、ラスベガスドライブ、通称ストリップというんですけれども、そちらの方でね、今回泊まるホテル、今サインが見えましたね。そこからね、ラスベガスのホテル群がだーっと、つながっていくわけですけれども、今回はですね、シーザーズパレスに泊まることにしました。シーザーズパレスはですね、2回目なんですね。で、今までラスベガスで一番多かったのは多分トランプホテルだったと思うんですが、今回はね、ちょっとシーザーズパレスにしてみました。それはね、ちょっと我が家のそのオーバーサイズの車が止められるということでね、そこにしたということと、もう一つはね、ちょっとバフェね、シーザーズパレスのバッカナルのバフェですね、そちらにね、ちょっと行きたかったのでね、今回は、シーザーズパレスの方を選んでみました。なかなかね、シーザーズパレスは非常に広いホテルなんですよね。なんでね、ちょっと言ってみれば、値段的に格安なところを頼むとですね、すごく遠いところになっちゃうんですね。受付からめちゃくちゃ遠いところになるんですよね。今回はね、アーガスタという、どちらかというと受付からロビーからすぐ近くの、ところになりますね。そこのね、プールビューという、あんまりいい場所ではないんですけれども、そういうねところをね、ちょっと選んでみました。それにしてもね、やっぱり平日なんでね、非常に割引が良くてですね、良かったなというふうに思います。おそらくですね、この日付で言うと、セス、コンスーマーエレクトロニクションがちょうど割引際のところだったんでね、結構そのぐらいの時にね、宿泊料はぐんと下がるということがよくあるようですね。そんなところをね、ちょうど選んでみました。今ね、ロビーの方へ近づいていったんですが、前回来た時と様相が変わりまして、ロビーのところね、
こうやって車入れさせてくれないんですよ。なんで入れさせてくれないのかなということで、ちょっとねこの係員のお姉さんに聞いたんですよね。あのチェックインなんだけど、なんか入れさせてよって言ったら、あだったら中入っていいよっていうことでね、おそらくねいろんな車が入ってきてごった返した時期があったと思うんですよね。そんなんでね、今はね本当にあの泊まる人とか送迎に来た人とかね、そういう人しか入れてくれないみたいですね。さてさてね、まずルームツアーです。今ね入りまして、こんな感じのホテルですね。だいたい、まあ、ソファーと椅子が2つですね。もう2つあるのかな、トータル4つですね。そしてね、まあ、テレビがついていて、まあ、ちょっとしたバーがついていたんですね。あとこちらね、トイレと、そして洗面所ですか。それと、まあ、あの我々ね選んだ理由はやっぱりこれ、あのジャグジーがあるということですね。どうしてもねシャワーだけだとやっぱり日本人つらいんでね、こちらを選びました。さてね、こちらがねあのバフェです。シザスパレスのバフェはこれ2回目なんですけどね、今回はねもうシーフード狙いでね、こちらの方にね来てみました。でね、こちらはねあの予約が必要なんですよ。多分ね混雑を避けるために予約なんだろうと思うんですが、これ、6時だったんですね。午後6時なんですがね、予約をしたはずなのにめっちゃゴミでしたね。こんなに人がいるんだということでね、まあすごいねあの人はいっぱいでしたね。で、まあ、料理を取るときは必ずマスクをしないといけません。で席に着いたときはね当然マスクしてるとご飯が食べられませんので、それはねあの外していいんですがね、マスクをして、まあ、料理を取りに行かないと、これはねすぐねあの係員の方に注意されます。これはでも仕方がないなということなんですかね。いろいろねあるんですが、アメリカ人やっぱり人気なのはね、やっぱりねお肉はもうすごい列になるぐらいねあの人気ですね。私はね今回ねちょっとお肉はやめときました。ここがイタリアンかな。そしてこちらが、エイジアンフードに棚になっていくんですが、こちらの方でですね、この角からお寿司とか確かあったかなというふうに思いますね。そしてこのどん詰まりの方はこれは中華ということで、まあこれ中華もね美味しいんですよ。そんなんでね今回はねまずはシーフードを取ってまいりました。まあね結構あの美味しいカニがいっぱいあったのと、こちらはねあの和食の方ですね。まあちょっと和食っつってもねかなり創作に近いもんですね。そしてこちらが、まあ、お肉ですね。取ってきたのが中華でこんなようなものを持ってきました。でこれがねあのイタリアンですね。このねみんなのねこのパスタみたいに美味しかったですね。そしてデザートでこんなようなものを持ってまいりました。で次はちょっとねお腹いっぱいになっちゃったのでもうやめました。さてね、あのご覧いただいている隣のベラッチオのね噴水のショーが見えるね側に撮ってもらったんです。実際はあの私が予約入れたとはね反対側でした。これラッキーって感じです。アップグレードしてくれたんだなという、まあ、前回ねトランプホテルでもアップグレードしてもらったんでね、まあまあ、ランクとしてはね結構上の方を頼んだのでね、ちょっと得しちゃったかなといった、そんなこんなのラスベガスでございました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。